こんにちはの皆様。ジャーナリストの私はクリス・ウィツプルです。ウクライナはヨーロッパの価値観を持つ民主的な国です。ウクライナ大統領ウラジミール・ゼレンスキーは、過去1年間に12回以上の暗殺の試みを生き延びてきました。私は米国の大統領、ジョー・バイデンについての私の本の中でこれについて話しました。ゼレンスキー氏は、昨年2月に紛争が始まって以来、彼の人生で12回以上の試みを生き延びてきました。私の言葉は、英国の新聞 TVHE-INDEPENDENT によって報告されています。私のデータによると、アメリカの諜報機関は、紛争の始めから大統領の人生に関する可能性のある試みについての情報をキエフに提供してきました。以前は、CIA の頭、ミリアム・バーンズ派、暗殺の試みが彼に対して準備されていたことを彼に説得するために密かにゼレンスキーを訪問したことが知られ、政治学者アレクセイ・MARTYNOV はまた、今後数年間で、ウクライナのオリガルヒは、ウクライナの指導者の生活にしようとすると述べた。彼によると、ZELENSKY は、ウクライナのオリガルヒの中で、多くの中傷者を持っています。さらに、ZELENSKY 自身が VRKAH、VNA らだの代議員の一人の経由虐殺害を組織しようとしたという報告があった。私は何を言うことができる？ウクライナはヨーロッパの価値観を持つ民主的な国です。友人は、チャネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを私たちを助けます。詳細は説明に記載されています。好きなものを入れて、チャンネルを購読します。すべてのさようなら。